皆さんこんにちは。今回は自作 CPU クーラーにおける沸騰の改良の最終版というより放熱も含めてこれまでやってきた改良の一旦の区切りとなる紹介です。次回からはまた別の部分の改良を、まあ先の話はまた後ほどするとして、ひとまず追加で実施した沸騰改良について紹介します。前回、前々回にはこれまでに製作してきた自作 CPU クーラーにおけるボトルネックの一つ、ヒートパイプ部分における沸騰の改良をしました。ただ改良案としていくつか試してみたんですが、思ったより改良できませんでした。それでどうしてだろうと沸騰の様子を観察していると、金属ブロックの端っこ、金属ブロックと、その上に取り付けているパイプ部の境界、隙間、からほとんどの沸騰が起きていました。沸騰がこの自作 CPU クーラーの主な熱移動なのに、発熱源の CPU 台がある中央から遠いのは熱移動的に、嫌だなぁ。中央で沸騰してくれた方がもっとスムーズに熱移動できて、冷却性能も良くなるんじゃない？でも沸騰改良として色々試したけど、中央ではそんなに沸騰しないし、沸騰は端っこが好きなんだな。端っこってそんなに沸騰しやすい状況なんだ。そう思いました。じゃあ、そんなに端っこが沸騰しやすい状況だったら、その状況を中央付近で再現したらどうなるんだろう？そう思ったので今回は追加の沸騰改良として、金属ブロックに穴が開いたポリタイトをわざと重ねて、これまでの端っこ、金属板と樹脂パーツの境界、隙間を中央付近で再現してみました。またもう一つ思いついた案として、ポリタイトであえて覆ってしまうぐらいなら、いっそのことポリタイトに同性のボルトを締結してみよう、ということでこっちも試しました。どちらの案も放熱表面積は従来より減るので、熱移動的には握手としか考えられない案ですが、普通の水冷など総変化なしの強制対流熱伝達よりも、沸騰など総変化熱伝達はとっても熱移動がスムーズなので、もしかすると、表面積減らしても沸騰なら耐えられる。それで沸騰する場所を変更して、全体的な熱移動を変えたら、ワンチャン冷える。そんな期待を持って実際に試してみました。という感じで今回の改良をやってみたわけですが、早速ですが結果を話しちゃいます。結果は、ダメでした。ポリタイトを重ねる案は中央の穴径を6、12、18ミリに変えて変化を見ましたが、6ミリでは UEFI 画面の時点で CPU 温度がどんどん上がってベンチマークを行わずに終了。12ミリではベンチマークまではできましたが、途中で CPU 温度が100度 C に到達してサーマルスロットリングが作動。18ミリだとサーマルスロットリングは起こさずに乾燥できましたが、ポリタイトをつけていない従来よりも結局高温でした。銅のボルトをポリタイトに締結した案は、12ミリのと同じくベンチマーク中にサーマルスロットリングが発生しました。予想はありましたが、希望は全くなかったというか、ズタボロな結果でした。つまり今回の動画内では、自作 CPU クーラーの改良としての成果は皆無です。ただ成果はなかったんですが、どんな感じでダメだったのか、どんな沸騰だったのか、その点については動画にしたいなぁと思ったので今回の動画を作成しました。ゆえに番外編です。結果がダメだったという話だけならコミュニティに投稿するだけで済むんですが、良いように考えれば詳細な情報共有、まあ実際は私が話したいということで、ここからは今回実施した追加の沸騰改良を、実際の動きを見ながら紹介していきます。まずはポリタイタ、中央に6ミリの穴が開いた板を金属ブロックに重ねた案です。従来の金属ブロックももともと内径28ミリのパイプ部に覆われる形でしたが、6ミリの穴が開いたポリタイタを重ねたことで、表面積的には 4.6% まで減りました。自分でやったことですが 4.6% ってめっちゃ減りますね。そりゃ熱移動的に厳しい、というのは当初から予想できていたので、最初は小さい穴径で、ダメだったらドリルで穴を大きくして次の穴径、そんな順番で試すつもりでした。最初から大きい穴径では小さい時の変化がわからないですからね。あえて小さくしました。ということで6ミリは期待と不安が入り混じった、いえ放熱表面積の不安が大きいという感じでした。そんな不安もありましたので、今回は PC 起動時から沸騰の様子を撮影しています。PC を起動させると、一応狙い通りに中央から沸騰が始まりました。起動時はベンチマークほどではないですが PC 的に負荷がかかっているので、この時点でも沸騰がどうなるか不安でしたが、意外に大丈夫？ということはなかったようです。
動画冒頭にお話しした UEFI 画面で高温になったという状態は、この沸騰の状態から。動作確認のために PC の動作設定を確認しようと、UEFI 画面を見ていた時に起き始めました。それまで沸騰で出ていた気泡が気持ち小さくなっていき、気泡が浮き上がらずに、金属ブロックに張り付いた状態になってしまいました。この状態になったくらいから UEFI 画面での CPU 温度が上がっていき、この時点で80度 C 近く。UEFI 時点でここまで高温だとベンチマークどころではないので、ベンチマークでの動作確認はここで中止することにしました。この気泡が金属ブロックに張り付いた状態ですが、沸騰における限界の一つ、というか、膜沸騰と呼ばれる状態です。普通の沸騰は、熱によって液から気泡が発生して、さらに熱によって成長、最終的に離脱する。そんなサイクルになる熱移動現象です。そしてその沸騰のサイクルは熱の大きさ、量によって、早かったり遅かったりします。前回までの沸騰改良でアイドル時とベンチマーク時の沸騰の様子を見てきましたが、アイドル状態では気泡が発生する回数自体が少なかったのに対して、ベンチマーク時は連続的に、もしくは多くの場所で気泡が発生していました。まあ普通に鍋で湯沸かししても火力の違いで同じような変化は見られるでしょう。ただ今回のポリカイタを重ねる案ではベンチマークよりは低負荷低熱量の状態でも、沸騰できる表面積が小さいので気泡の発生ポイントが密集したり、相対的に気泡一つあたりが処理する熱量が増えて結果的に気泡が大きくなったり、すると別個にあった気泡の発生ポイント自体が合体して気泡膜が作られて、気泡膜を通して液体に熱を移動できる状態で安定してしまうと、こうなります。というか重ねたポリカイタを介して沸騰し始めちゃっていますね。気泡膜を通って熱が移動するくらいなら、樹脂のポリカイタを通ってもいいか、みたいな感じなんですかね。何にせよ樹脂部分の熱伝導も酸化してくるとか、よっぽど熱が移動できない状態です。ひとまず穴径 6mm では絶望的だと分かったので、次に穴を大きくして 12mm にしてみました。起動や OS に入るまでは問題は起きずに、UEFI 時点で60度 C くらい。ベンチマーク前の待機時、アイドル状態で33度 C くらいです。膜沸騰にはなりませんでした。これならいけるかな？そうここでも楽観的に見ていましたが、ベンチマークを開始すると80度 C 付近です。で、以降も徐々に温度が上がっていって、CPU 温度が100度 C に到達、サーマルスロットリングが作動しました。サーマルスロットリングが作動して CPU の動作周波数が低下し、消費電力も減っていきますが、CPU 温度は100度 C のまま、ベンチマーク終了時までサーマルスロットリングは作動したままでした。穴径 6mm の時とは違って膜沸騰にはならずに、見た限り沸騰は維持できているようですが、容器内温度は28度 C くらいで、普段の30度 C くらいよりちょっと低めです。沸騰していても容器内に熱は送れていないみたいでした。なぜ沸騰っぽくはなっているのに容器内には熱が伝わっていないのかは、相変わらずただ激しいだけの沸騰の様子を見る限りだとわかりませんが、いずれにしても穴径 12mm でも高温ということには変わりありません。じゃあさらに穴径を広げて 18mm では、とやってみましたが、ベンチマークでサーマルスロットリングは起きなかったものの CPU 温度は87度 C。結果的には穴径は大きい方がよく冷える、というか元々の方がまだ良かったという。物を冷やすなら表面積は大きい方がいいという常識がそのまま沸騰にも働いていたという話でした。沸騰ってよくわからないものだから常識通りにならないかも、そう期待してポリカイタを重ねましたが、見事に打ち砕かれました。素直に表面積増やせってことみたいです。まあそんな結果があった上で同ボルトをポリカイタに締結させる案の話をしても予想がつくところですが、案の定高温でした。ベンチマークは実施できましたが、穴径 12mm みたいに途中でサーマルスロットリングが作動しました。まあ CPU 温度の下がり方、最終的なベンチマークスコアを見ると同ボルト案の方が良さそうです。逆に温度の上がり方やサーマルスロットリングが作動している時間を見ると同ボルト案は悪そうなんですが、おそらく温度の上がり方は使用した同部品の量に関係する熱容量の影響で、温度の下がり方的に沸騰による熱移動は一応できていそうです。早く所要したのでサーマルスロットリングも早く作動し、作動時間は長引きましたが、熱移動自体は 12mm ほど悪くなかったので CPU 動作の制限が比較的に緩く、CPU 動作が比較的維持できたからベンチマークスコアが、これまた比較的に良かった。そんな感じなんでしょう。
というか CPU の動作周波数や消費電力の変化がそんな感じっぽいですね。まあ、多少の優劣はありそうですが、結局同ボルト案でも厳しいんですが、実はこの同ボルトの案、ヒートスプレッタの接触面から容器内の水に接するまでの距離が、他の案の少なくとも倍近い距離があったので、そもそもの沸騰する前の熱移動が大変でした。いや、熱移動を簡潔にしたいからと思って今回の案を試したんですが、実際に同ボルトをポリカイタに締結しようとした時に、ポリカイタと同ボルトの隙間をどうやって密閉しようとなりまして、ボルト締結できるなら繰り返し使えるオーリングも使えるし、手間だけど厚みを抑えられるコーキング剤も使えると。で、手軽なオーリングを選んじゃいました。あの時の私は当初の改良目的を忘れていたようです。それで出来上がったのが同ボルトの底部とオーリング、さらに取り替えたの厚み分の距離を通った上で、やっとまともに沸騰できる部分に来れるという構造のものでした。これだったらコーキング剤を使ってオーリング分の厚みを減らした方が、いや、むしろポリカイタを銅板に変えて、コーキング剤じゃなくてハンダ付けで固定して、最終的な密閉にコーキング剤を使って、という感じで作っていたらまた違ったかも。まあ、ここまでの結果を見た上でこの方向で進める気は起きないんですけどね。見た目は好きなんですけどね、この銅ボルト案。そもそも銅ボルトと呼んできたこれも、リベットかなんかだったものにネジ山を作って自作したもので、その底部の大きさが CPU 台と同じ大きさだったので、そのうちリベンジする台直に合っていましたし、もし台直までできた時には、透明な取り替えた越しに CPU 基板が見えた上で CPU 冷却できるかも、なんて妄想していました。ダイスを使った加工が初めてだったので新鮮でしたし、さらに透明になった自作 CPU クーラーというのも良かったんですが、サーマルスロットリングが起きているようじゃ見込み薄すぎです。まあ気になったあの実際に試せただけ良かった、かな、そんな沸騰改良でした。という感じで私が試してみたかった沸騰の改良はこれで一通りやりきりました。まあこれ以降にもやってみたい改良、というか改造はあるんですが、動作的にまた特殊というか、分けて考えた方がいいかと思ったので、これ以降は、ものすごい前に話した制作予定で言う、パターン4、として制作しようと思います。ちなみにパターン2が輸直で、パターン3が今の自作 CPU クーラーでした。このあたりの話をした覚えがないですね。というかこの予定を示すのも久しぶりです。じゃあパターン3とした今の自作 CPU クーラーの制作はここで終わりなのかというと、あともうちょっとだけやります。ここまでは自作 CPU クーラーのヒートパイプ部分における沸騰や放熱に注目してきましたが、その他の部分にも試したいことがあるので、それを次回以降の動画で紹介します。先ほど台直と言いましたがそんな感じのことです。まあ台直の紹介は3つ先の動画の予定ですが、それに台直などは自作 CPU クーラーの改良とは違って CPU 自体の改造というか、CPU 冷却全体としては改良だけど、自作 CPU クーラーの改良ではないと考えています。そういう点で言うとパターン3とした自作 CPU クーラーに対する純粋な改良というのは次回が最終です。なので、あともうちょっとだけの改良です。今後の進め方に関する詳しいお話は、次回に総集編として一旦区切りをつけて紹介するつもりです。長いこと自作 CPU クーラーについてやってきましたからね。一度まとめようと思います。といった感じで今後も続けていくので、またご視聴いただけると嬉しいです。ではでは今回はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。